急ピッチで進む馬毛島基地化建設ですが、工事費用が高騰しているとの情報をキャッチしました。今回は、馬毛島の工事費高騰の裏を詳しく見ていきます。もう何年も、前から、馬毛島の基地化計画に、待ったをかけてきた反対派。数年前なら、かなり安かったよ。鹿児島県の西之表市に所在する馬毛島に関して、地元のマスメディアを中心に、この2023年7月に入り、当初予定されていた、市として駐留する自衛隊に向けた基地の整備に要する工事費用が、大幅に高騰しているとの報道が行われている。そこでは、まず、馬毛島の東部に造成される係留施設にかかる工事費用の増加が指摘されており、これは、当初の予定であった961億円から倍増以上の2112億円にまで増加した上で、工事そのもの期間も2027年3月までと1年も延長されたとしている。また、馬毛島に3本が設けられる計画の仮設の桟橋の設置工事についても、最大で190億円弱の工事費用が上乗せされるとし、さらに、2本の設置を進めようとしている滑走路の工事にも合計で170億円の増加が見られるという。こうした各々の分野における馬毛島の工事費の増加は当初はおよそ1680億円とされていた金額がすでに2倍を超過する3508億円にも達していると報じられており、今後もさらに増加する可能性があると示唆されている。これら、市として駐留する自衛隊に向けた基地の整備に要する工事費用は、防衛省を経由した国土交通省の九州地方整備局が、関係工事を請け負う企業へと発注して進められているが、その増額分は、すべて随意契約であるとされる。随意契約とは、主に、地方公共団体などが、入札等の競合による事業者の決定を行わず、独自に特定の事業者を任意で選択して契約を締結する手法を指し、競争入札等の場合に発生する手間を省き、目的の履行に必要な能力を持った業者を迅速に選択することを目的としている。ただし、日本の地方公共団体等の場合、基本的には競争による入札を行い、当該の事業者を決定することが、原則と定められており、これは、まあ一般的に言う、発注側と受注側との、過度な癒着を防止する意味合いが込められたゆえであろう。しかし、今回のような馬毛島の、市として駐留する自衛隊に向けた基地の整備に要する工事というものは、非常に専門的で特殊な工事に該当するとの見地から、これを履行する能力を有する事業者は、限られるとの扱いを受けている。したがって、地元のマスメディアが指摘するように、大幅に、当初の工事費を超過する事態の発生は、公費の投入という観点からすれば、確かに、大きな問題を抱えている懸念もあるが、そう簡単に、代替先を選定できない、事情も想定される。日本における、地方公共団体等の競争入札という仕組みの場合、どうしても落札を得たい事業者側が、本来であれば、到底実現は困難と思われる、低い金額でそれに参加し、履行不可能な案件を受注してしまう、可能性も、多分にはらんでいる。金額のみにフォーカスした場合には、こうした自責も、得てして起こり得るわけであり、ことに国防に資するような、重大な案件の場合には、必ずしも、こうした競争入札という手段が適切に目標を達成することに直結しない危うさも認識しておく必要はある。そうした観点から見れば、今回の馬毛島の市として駐留する自衛隊に向けた基地の整備に要する工事とは、まさに日本の防衛戦略に大きな影響を及ぼしかねない事例であり、随意契約自体を問題視するだけでは、
問題の本質を見誤る恐れも生じるだろう。よって、確かに、当初の想定の2倍以上もの工事費が必要となっている、馬毛島の現状は、由々しき事態ではあるものの、その根本的な原因が、随意契約に起因しているかのような内容の記事を地元マスメディアが報じることには、個人的には、疑問も禁じ得ない。大雑把な言い方を許してもらえれば、馬毛島を、主として自衛隊に向けた基地として整備するという、決定については、同等が行政上で所属する、西之表市市長は反対、鹿児島県やその他の市町村、国は、賛成という、政治的な状況下にある。したがって、西之表市長側からすれば、馬毛島における、あらゆる自衛隊に向けた基地として整備する動きに反対しており、それ以外の側からは、地域振興を含めて、自衛隊基地の受け入れを歓迎するという図式が固定化されているように見える。さて、そんな政治的な状況下にある馬毛島だが、少しこれまでの経緯を振り返ってみると、ダストンエアポート社という民間企業が同等の大半を所有していたものを、日本政府が2019年1月に自衛隊用の用地として買収を決めたものだ。この時の馬毛島の買収額はおよそ160億円とされていたが、日本政府から見た購入の相手先たるタストンエアポート社は、内部のごたごたから対応が二転三転し、2019年12月にようやくその買収額での契約が合意に達したと公表された。そこからおよそ1年強が経過した2022年1月末、馬毛島に自衛隊の基地整備を実施した場合、どのような影響が生じるのかを判定する環境影響評価を実施しながら、並行して各種の必要な設備を設置するのに、必要な工事について、合計で13件の入札が実施された。これらには、航空機用の管制塔の設置、各種の燃料用の貯蔵施設の設置等が想定されており、入札の結果、それらの基地の整備に必要な本体工事の発注先が決められ、複数の事業者が、ジョントベンチャー方式で参画することとなった。そして、2022年4月、当時の岸防衛大臣が、自ら馬毛島を訪れ、同等に設置する自衛隊の施設を仮称でアハールが、航空自衛隊馬毛島基地と称することを発表。これに反対派がでも、賛成派が歓迎の意を示す姿が報じられていた。その後今年2023年1月には、防衛省側が2022年頭より行ってきた馬毛島に対する環境影響評価の結果として、仮称航空自衛隊馬毛島基地の設置に問題がないことを告げ、同基地の本体部分の工事を開始するに至った。2023年7月現在、防衛省自衛隊のホームページ上においては、馬毛島に自衛隊用の設備を整備する必要性について、日本は今第二次世界大戦後に最も安全保障環境が悪化していると指摘し、その必要性を説いている。そこでは、日本の周辺国において、著しい軍備の拡張傾向が継続されているとして、それによって、武力による現状変更の可能性が生じ得ることを懸念しており、名指しこそ避けてはいるものの中国を念頭に置いていることは明白だ。そうした状況を踏まえた場合、尖閣諸島を含む日本の南西諸島は、本土である九州地方からもおよそ 1200km も離れた場所に位置し、最も近い自衛隊の大規模な拠点がある沖縄本島からも、およそ 400km 以上もの距離があるのが現状である。そこから判断すると、南西諸島の防衛を自衛隊が行うには、活動可能な基地や、平時からの訓練の拠点となる場所が、甚だ限定されており、
今回、新たに、馬毛島に、そうした機能を有する拠点を設けることで、防衛力の強化を図ることを目的としている。そして現在は、太平洋上の硫黄島で実施されている、神奈川県の横須賀を母港とする、アメリカ海軍の航空母艦の艦載機が、その母艦の入港時に、訓練を行う場所を、駐基地である山口県の岩国基地から、もっと近い場所に移す必要性も述べている。このアメリカ海軍の航空母艦の艦載機が、その母艦の入港時に行う訓練は、FCLP、フィールドキャリアランディングプラクティクスと呼称されているが、要は、艦載機搭乗員の練度維持を目的にしたものである。これが、今の硫黄島での実施には、岩国基地から、およそ 1400km もの飛行を行う必要が生じており、今後整備する馬毛島で可能にすれば、およそ 400km まで短縮可能で、搭乗員の負荷、飛行時間、燃料消費等の観点から、大幅に、その軽減が図れることとなる。今後は、航空母艦からも、無人航空機の運用が行われることは間違いないが、有人戦闘機が、不要となる時代は、未だ当分先であり、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗員の練度の維持は、日本の防衛の上でも、必須の課題となっている。